こんにちは、ダイスです。今回はモンスターハンターストーリーズ2やっていきましょう。改めてやってきました。ここデデシライダーさん、今すごいところにいましたよね。誰が見つかったのか。どういうことだ。絆石が答えて。あ、そうか、絆の力か。おじいさん、美少女に弱いと見た。一緒にいたいんだよね。一体何を。目覚めよ。え、レウスはおめえの心に応えてくれるんだ。いい力にも破滅の力にも導くのはおめえとレウスの絆だけなんだ。ありがとな、テデジ。ライダーさん、レイギエナを追いかけよう。強硬化したレイギエナを放ってはおけないぞ。うん、よかった。そのモンスターなら奥の方へ飛んでいくのを見たんだ。おめえたちなら大丈夫だ。よし、行ってみましょう。奥の方なんかマーカーありますね。こっちに向かってみようと思います。よし、じゃあ行ってみましょう。全場所わかんないけど、ここには飛べるんだけどな。こっち？あれ？どこだろう？この辺？してるけど基本の動きは同じはず。はい、ということは物忘れてしまってるかは。行ってみよう。今方向になってますよね。氷属性の攻撃がパワーアップ。どうすればいいんだろう。
と倒せよう。よし、特殊な攻撃はパワー攻撃だよね。ということはどうしてあげればいいんだろう。あ、やっぱりパワーなんだね。あんまり良くないけど187。スピードでいけるきっと。氷の耐性がある。モンスターがいないのに全体攻撃は辛い。よし、アイテム回復を一回かけよう、みんなに。これで翼を攻撃ですね。わあ、氷河が強固化して、今度違うものなの。とりあえず翼を仕留めないといけないので、パワー攻撃で頭部じゃなくて胴体じゃなくて翼、これで落とそう。ライドはもう少し、私のところ来てるね。勝てる、よし、来た。これで破壊に、いいタイミングでライドができる。あれ、あ、もうちょっとなのか。もう一ターン足りないんだ。しょうがない。ここでライドかな。わー、起き上がっちゃったか。でもライドいける。よし、行こう。 V 破壊ね。力比べは負けたくない。よし、もう一回パワーでいける。あ、違った。でも大丈夫、いける。回復入れよう。で、私だけで大丈夫なのか。回復、320クリティカル、大丈夫そうだね。大丈夫、まずい。パワーで翼、あー、負けちゃった。そうだ、まだいける、大丈夫。翼、よかったね、よかった。ちょっともう後がないから、これでなんとか決めたいです。頑張れ、みんな一緒。1600、もうちょいって思ってたのに全然足りないんだけど。ありがとうございました。よかった、勝てた。やったな、ライダーさん。あたりの脅威もなくなったと思う。私は村に戻るわ。いろいろやらなくちゃならないこともあるし。アユリア、ありがとうな。ありがとうだなんて。モンスターもライダーも最初からお互いのことを分かり合えるわけではないわ。
もう大丈夫ね。レウスを信じること、あなたならできるはずよ。じゃあ戻るわ。ごめんなさい。いえ、ありがとうなのかな。なんだよ急に。あなたのおかげ、モンスターと絆のこと、もっと知ることができた気がする。クワン村のみんなには迷惑をかけちゃったな。けどみんなにもレウスのことをちゃんと知ってもらいたい。ライダーさんとの絆の力があれば破滅の力を抑えることができるんだって。お？どうしたのナビル。また視線を感じるぞ。きっと俺のファンが追っかけてきてるんだ。おーい、恥ずかしがってないで出てこいよ。おお、びっくりした。君はこんなとこまで追っかけてこなくても、まあいいや。また肉球でよければ何回でも押しちゃうぞ。そんなものはいらない。あ、変装欲しいのはレウス。おとなしくそいつを渡せ。なんだ。ハンターの追ってずっと私たちをつけていたのね。ああそうだ。お前らが俺たちを欺いて島から逃げ出した時からだ。お前あの島にいたのか。お前たちライダーのくだらない祭りに招かれていたからな。くだらないだと。レウスは崇める者でも絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その証拠に島のレウスのせいで父さんは大怪我をした。これ以上好きにさせるわけにはいかない。この目で見た。そのレウスは破滅の力を持っている。こちらへ渡せ。このレウスはライダーさんのお供だ。お前たちなんか絶対に渡すもんか。なら奪うしかないな。お前らお手柄だった。親父さんも喜ぶぞ。ピンとこないんだよね。捕まえろ。やめろレウス。何やってんだ。リベルト、二人ともいいところに来てくれたな。知り合いなの。ああ、ここで会えるなんてラッキーだぜ。リリア、レウスを話してやってくれ。あいつはライダーさんのお供なんだ。それはできない。マハナ村から逃げたレウスを捕獲するのが私の、いいえ、諸子隊の務めよ。ルルシオンへ帰還します。レウスを降りへ。邪魔をするなら容赦はしないぞ。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいっていうのか。私は改めて聞かせてもらうわ。私たちと一緒に来て。リリオ、何すんだ。
いいのか、お嬢。その呼び方はやめて。おう、そうだったな。今は従うしかない。ルルシオ、なんで連れてこられちゃったんだろう。レウスはどこにいるの？あの子とレウスを話してはいけない。落ち着いて。ただみんなから話を聞きたいだけ。レウスは諸子隊が預かります。なんで？リリアはライダーと一緒に育ってきたんじゃないか。ライダーとオトモンが絆で結ばれてるってことはよくわかってるはずだろう。それはそうだけど、私は今諸子隊の一員としてここにいるの。それにたとえ絆で結ばれていても、破滅の翼を持つというレウスを放っておくことはできないわ。わからずや、頭でっかちのバカ真面目の。バカ真面目って何よ。フラフラしてるだけのナビルーに私のことはわからないわ。フラフラなんてしてないぞ。俺はふわふわでモフモフだ。どういうこと？私たちに聞きたいことがあったんでしょ。話をしないの？ええ、そうね。あのレウスについてあなたたちの話を聞かせてちょうだい。わかった。知っていることはすべて話す。こっちも知りたいことがあるの。レウスのことは誰から？うん、知りたい。ハンターズギルドからよ。マハナ村から破滅の翼を持つ伝説のレウスの卵が持ち出されたって。各地で起きている異常事態と破滅の翼のレウスは無関係ではないと考えている人たちがいるわ。異常事態というのは大穴のことね。ええ、大穴が出現してそこから奇妙な光が発生するという事件が相次いで起きている。それにレウスたちはどこかへ飛び去ったまま、まだ行方をつかめていないわ。リリアは伝説を信じるのか？うん、わからない。破滅の翼を持つレウスが原因で壊滅した村や町があるという記録も残っているし。記録なだけだって、なんで私ばかりが話しているのよ。話を聞きたいのはこっちなのに。勝手に話したんだって言ってもいいのかな。あなたが一番知りたいことを話す。これだね。確かにあのレウスはとてつもない力を秘めている。うん、それは知ってる。それじゃあ破滅の翼を持っているというのは本当なのね。ある意味においてはそうだと言える。うん、でも破滅をもたらすとは限らない。うん、力を知り受け入れることができれば。力を知って受け入れるって、そんなことができるの？それができるのはこの子だけ。レウスと引き離してはいけない。こいつらが本当のことを話しているとは限らないぞ。おいリベルト、俺たちの味方をしてくれないのかよ。甘えるな、うん、本当だって言うんなら自分の力を証明してみせろ。力の証明？ちょっとどうするつもりなの？こいつらの力を試してみたらどうだ、部隊長。話が本当かどうか確かめるには手っ取り早い。試験みたいな感じかな。わかったわ。話を信じるかどうかはそれからにします。リベルト、あなたも付き添って。な、俺も？いや、でも今日は予定があるし、俺よりちゃんとしたやつに頼んだ方が。つべこべ言わない。さあ行って。はいはい。私はここに残るわ。残るの？レウスに何かあるといけないから。うん、いいわね。レウスに合わせることはできないわよ。構わない。でも何か起きた時にどうすればいいかあなたたちにはわからないでしょ。いいでしょう。レウスには私がついているから安心して。レナちゃんがいれば大丈夫かな。そうか。
すぐに戻ってくるから待っててくれよな。ええ、気をつけて。部隊長、これシモーヌから預かり物。シモーヌ隊長からこの手紙を。アドバイスでも書かれてるんじゃないのか。じゃあな。リリアとは長い付き合いなんだ。ライダーとオトモンが絆で生まれてる、結ばれてるってことはリリアもよく知ってるはずなのに、レウスとライダーさんを引き離すなんてどうかしてるぜ。そうだそうだ、そう言うなって。こっちで手こずってる件を解決できれば力の証明にもなるだろう。マイハウスと厩舎は諸子隊の方で用意してくれてる。休んで準備ができたら門の外で合流だ。とにかくライダーさんの力を見せてやるしかないな。頑張ろう。あ、何かもらえるみたいです。なんだろう、力の証明。あれ、探索チケット N を3枚入手しました。はい、ということでここからはリベルトさんと合流して力の証明をするらしいです。次回はここから進めていきたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。